第3代サフォーク公、第6代サフォーク博、エドムンド・ドラポールは、イングランドの貴族。第2代サフォーク公ジョン・ドラポールとヨーク公、リチャード・プランタジネットの娘、エリザベスの次男で、リンカーン博、ハクジョン・ドラポールの弟。ヨーク庁のイングランド王、エドワード4世、リチャード3世兄弟のおいにあたる。兄のリンカーン伯が、ランバート・シムネルを擁立して、 チューダー朝の国王ヘンリー7世に反乱を起こし、1487年のストークフィールドの戦いで廃止したため急遽後継者に立てられた。1491年にサフォーク行為を継いだが、兄の反乱が悪影響を及ぼし、家領の大半をヘンリー7世に没収された上、1493年にはヘンリー7世との妥協で借位を降格され、 白尺という形での継承を余儀なくされた。ヘンリー7世に忠勤を励んだが認められないどころか、1498年に起こったさか界がもとで、王室裁判所から殺人罪で告訴され、翌1499年中頃にイングランドを出奔し、フランドルへ亡命した。ヘンリー7世が派遣した死者に説得され10月にイングランドへ戻り、1500年に、 カレーでヘンリー7世が主催したバジョや理事会の開幕宣言役を任され、宮廷に復帰した。だが、裏でヘンリー7世が、サフォーク博の本拠地イーストアングリアへ介入して、その支配を脅かしていること、サリー博、トマス・ハワードやバッキンガム公、エドワード・スタッフフォードなど、別の貴族を徴用していることに、怒りが爆発、1501年に、再び大陸へ亡命した。 他の理由として、1499年11月に、重帝のウォリック博、エドワード・プランタジネットと、大井戦勝者、パーキン・ワーベックが処刑、母を通して、ヨーク朝の血を引く自分の立場に、危機感を抱いたからとも、反対に、チューダー朝より、正当な決闘を根拠に王位を狙い、ヘンリー7世に反旗を翻したとも言われる。サフォーク博はオーストリアへ移り、新生ローマ皇帝。 マクシミリアン一世に歓迎され、支援の約束を取り付けて、弟のリチャードや、同じく亡命した家臣たちと共に、アーヘンへ滞在、イングランド追いダッシュの陰謀を練った。対するヘンリー七世は、スパイ網を張り巡らせ、各国に外交官を派遣して、サフォーク博の支援停止と引き渡しを要求。これらを交渉材料とするマクシミリアン一世ら外国の駆け引きに奔走しつつ、 サフォーク博ら反対派の敵発も盛んにいった。1501年と1502年にはイングランドとカレーでサフォーク博を手引きする陰謀が発覚、関係者が処刑されている。やがてヘンリー7世はサフォーク博を追い詰めるため彼をかくまうマクシミリアン1世と息子のブルゴーニコー、フィリップ4世を毎週、二人は金を受け取りながらもサフォーク博を 管轄外の場所へ逃がしたが、1505年になると、サフォーク博の身辺は危うくなり、ブルゴーニューが保有するな、ミュールの城で、軟禁状態に置かれた。翌1506年1月に、イベリア半島を向かう途中だった、ブルゴーニューの船がイングランドに難破、ブルゴーニュー一行を救出、歓迎した、ヘンリー7世に、ブルゴーニューが、サフォーク博の引き渡しを承諾したため、 サフォーク博はイングランドが大陸へ派遣した部隊に捕らえられ、ロンドン島へ投獄された。そして7年後の1513年に処刑され、サフォーク博位は消滅した。大陸に残ったリチャードは、亡命先を転々として、フランス、ハンガリーなどに保護され、白バラのあだ名を取りチューダーアーさえ抵抗を続けたが、1525年に、パビアの戦いでフランス側に立ち戦死した。 爵位は1514年に、ヘンリーパスーの長身チャールズ・ブランドンが、サフォーク行為を与えられ、ブランドン家のもとで復活した。ABCDE 松村、P587。AB ペン、P71。ハンドブックオブブリティッシュクロノロジー、エド、EB プライド、DE グリーンウェイ、484。ペン、P70、P73。ペン p 7 6 p 7 8八ペン p 9 6 p, p, p 1 p p p 1 p ペン p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  1 p 十三 p 1 1 3 p 1 1 5 p 2 2 9 p 2 3 2 p 2 4 1 p 2 4 4 p 十三 P253P254P256P259P261P420 松村 P587P588 ペン P260P420 ありがとうございます。